こんにちは。こんにちは。こんにちは。久々の YouTube で緊張している。緊張してますか？マックスです、はい、だいぶ異色のメンバーなんで緊張してます、ね、確かに今日はバックの紹介っていうことで。はい、バックね、お気に入りのバックマックスさん。いや、そうそう、ね、バック作ってますからね。じゃあ、今日はみんなお気に入りのバッグを、最近使ってるバッグを持ってきてもらったということなんで。できましたよ。どうする？じゃあ、サンちゃんから行く？僕からで大丈夫ですか？うん、あ、一応、幡ヶ谷でのサンタです。せんのね。そうですね、僕は、ファビオズファニーと、はい、フェアウェザーのステムバッグプラスを今日は持ってきました。いいね。いつぐらいに買った？あ、これは、半年ぐらい持ってたわ。前に入ってきてて、それを買ったはいいものの全然使ってなかったんですよ。いや、使いな。そうもったいない。そうなんですよ。そんないいバッグ、あれです、もともとボンボランにつけてて、で、ワックス生地選んだがために、まあ、ちょっと柔らかいんで、うん、荷物入れちゃうとめっちゃここがこう丸まっちゃうんですよ。なるほど。で、ここめちゃくちゃ擦っちゃって あるあるだよね。見せて。カバンのね、そこフロントバッグあるあるあるな。タイヤにするちょっと破けるの嫌だし、いい方法思いつくまで一回外しとこうってなって半年ぐらい経っちゃってて、で、そうですね。で、ロマンサー組んだんで、それに最近つけてます。あ、確かに、うん、そのイメージがすごく、最近これつけてます。あとね、その生地感がすごいロマンサーのあの感じに似合うね。合いますよね。ぴったり、うん、クラシックなね、うん、感じね。で、ステムバッグです、うん、あ、もう僕は初めてのステムバッグなんですけど、なんかステムバッグってこの底がこう穴開いてないか1個だけのイメージがあって、うん、で、雨降っちゃうと、うん、これね、こういう感じだよね。そうそう、だいたいどのメーカーもね、 それが結構嫌で、なんか水が中にこう溜まっちゃって、うん、あ、乾きにくいし、ちょっと入れた時にこのうわっっていう感じがあるんですけどそれが本当に苦手なんですけど、そこを、これはもう次の日ね、雨降った次の日めちゃくちゃ溜まってるもんね。溜まってます、めちゃくちゃ溜まってますね。いつなくなるんだ、いなくなるんだ。そうなんですよ。それがもう、これはメッシュ素材なんで最高で。確かに。そうか、あれ、それ、そこ全面メッシュなんですよ。最強かよ。そうなんですよ。だからちょっと買いましたやつです。そうだ、これ新しいモデル。そう、新しい、これ新しい、ね、プラスプラスね、新しい。ナルゲンも入る大きいサイズ。そうそう、今日いい。だから、その水抜き穴にももちろんなってるんだけど、うん、実はそのナルゲン入れる時とかも、あの、意外と何、あの、注射器みたいな感じで空気が抜けないですね。ああ、はいはい、確かに。他のメーカーのやつって確かに。だから、こう入れるの結構きついんですよ。あ、確かに。でもこれね、空気もうスカスカ抜けるから、スッと気持ちよく入るっていう利点もあるよ。すごい、それ言われないと全然気づかなかったですね。そうそうそう、すっごい、今めちゃくちゃ感動したっすね。ありがとうございます。じゃあ買ってください。本当にこの後買いますよね。めちゃくちゃ使ってるんでな感じですかね。いいね。なんかもうキャンプに持ってたもんね。これキャンプにも持ってきましたし、うん、これはよく釣りとかでも持ってきてます、ね、うわ、最高っぽいね。確かに、これあの、わかんないけど、ここウエストね、ウエストがつくんで。お、なるほどね。つけてて、この中に釣り具入れて、で、いざ行くぞってなった時にもうこのまま。いや、それめちゃ調子いいねっていう感じなんですよ。しかもなんか、あの、かっこいいね、それつけながら。確かに確かに。ただ釣りすんのね。まあ、こっちとかに、なんだろう、この釣りのこのワイヤーとか入ってる。おー、かっこよ、なんか入ってるんで、これだけ。一昨日ぐらい行って、一昨日いつだっけ。あ、ちょっと前ですね。ちょっと前に行ってて、ただここが長いっていうのはちょっと難点ですね。あ、なんでなんで。横つけた時にこう出すのがこう、あ、なるほどね。手入れにくい。そう、ここにちょっとなんかチャックとかあったら、あ、行けたらめっちゃいいなっていう。なるほどな。感じですね。いや、いいです。そんな感じでしょうか。うん、結構しっかり効いちゃう。確かに。じゃあもうトミ行っちゃおう。あ、僕店舗が。じゃあ僕はもう今パンパンになってるんですけど。パンパンだね。最近買った ILE のラックバッグです。
でかっね。これはでっかい方っすね。で僕なんでこれを買ったかっていうと、まあ、あの基本的にゴリラモンスーンにつけるようで買って、まあ、最近ここ 1,2 年でキャンプにハマったっていうのもあるし、こういろいろ日常もちろん使うし、そのキャンプでもその趣味と日常にグラデーションをつけて使いたいなっていうのがあって、まあ大は小を兼ねるだろうっていうのででかいのを買いました。で僕も1個だけじゃなくて、あとまあゼイゲイストとか、はい、カバンが入ったのね。そう、カバンが今いっぱい入ってて、あともう1個隠してあるんですけど、ちょっとそれは話の途中で出てきます、はい。でこの共通点というか、あのすごい好きなところがあって、まあ、どっちも大容量なんですけどこのギミックがめっちゃ好きで、それね、ここにストラップついてるんですよ。それ謎の、うん、これストラップめっちゃくちゃ長いんですよ。逆に知らなかった。え、知らなかった。知らなかったの。中縫い付けられてるんですか。これ中縫い付けられてて、ここにベリベリついてて知らなかった。これがもうめっちゃくちゃ最強で、まあ、日常は普通に使わないんですけど、僕洗濯行くのすごい好きで、コインランドリーで行くと、あれですよ、桃太郎的なあれじゃなくて、コインランドリーがめっちゃ好きで、コインランドリー超行くんですけど、いいね、あのやっぱりいっぱい IKEA のバッグにバーンって入れて持ってくるんですけど、今まではあれをカゴにダーンって行ってたんですけど、なんかめんどくさいじゃないですか、その一回家帰って仕事の道具持って家帰ってみたいな、一回ラックバック外してとかやらずにダーンカチカチで、ここにめっちゃくちゃでかいのをこうつけられるし、で日常的な使い方できるし、キャンプ行くときここ巻きのっけられるんですよ。あ、確かにね、もうヒーローですよ。そういう拡張性があるんですね。だし、ここもロールトップなんですよ、うんうん、なんで、もうそもそもいっぱい入るしっていうのがすごいめっちゃいいじゃんっていうのを気づいてこれを買ったんですね。で、その前にこれと同じギミックを持ってるのがこいつで、ゼイゲイストのデスイフトの、これが超大好きで、やっぱこの伸びるやつ。これはフラップに挟みたい。フラップに挟みたがり。そう、キャンプ行くとその行く時の荷物考えがちじゃないですか。帰りの方が絶対荷物増えるんですよ。なぜならゴミを捨てるから、うん、お土産も増えるし、お土産も増えるし、うんうん、だこれだったらもう中にパンパンに入れる、だここのフラップも使えるみたいな。でもうゼイゲスト超好きになって、あ、これも同じじゃんみたいな。でよくよく考えてたら、僕もっと好きな、そういえばこれじゃんみたいな。まだある。これだからこいつら好きなんじゃんっていうね。あ、メッセージャー。いやね、そうなるよね。フラップといえばみたいなね。ブログにもちょろっと書いたんですけど、メッセンジャーバッグなんですよ。もうこいつらは、おそらく分かんないですけど。いや、だそうだよね。フラップ。そう、フラップだし、このあ、ごめんなさいね。僕あのスイフトキャンプアウトになぜか。シングルスピードで行き、このバッグを持ってったんですよ。なんかかっこいいからっていう理由で。いや、かっこよかった。で、その時にこれがめちゃくちゃやっぱ活躍して、やべえみたいな。なんか挟んでたっけ、これ。買い物、食品買った時にパンパンになってやべえ終わったって思った時に、これ挟めるなってなって使いました。拡張してね、拡張して使ってて、で、その時にあ、ゼイゲスと同じじゃんみたいになって、うわ、超キャンプにめちゃくちゃいいじゃん、メッセンジャーバッグみたいになって、まさに、うん、メッセンジャーバッグ超いい臭いって大好きだわってなってて、いいよね。でそのいろいろ考えてて、ILE とかもなんかラックバック入ってきたしみたいな、でバーっていろいろそのスペックを見ていたらこれがついていて、これだみたいな。気づいちゃった。気づいちゃってこっちはもうトラックバイク乗るときとかも気分で小日常小やつ、こっちはもうゴリラモンスーンで通勤とかキャンプ行くときに使う、これはもうキャンプ行くときにと、あと大きい買い物するときにしかつけないんですけど、なんかそういう使い分けをしてて、うん、全部使い分けしてるけどだね。そうなんですよ、全部に拡張性が、全部に拡張性があってちゃんと日常にも落とし込めるのが好きです ね、 いいね。確かにやっぱこの、 挟めるってめちゃくちゃ
いいよね。いやめっちゃいいっす、うん、本当に。俺も結構普段荷物めちゃくちゃ多い人だから、でなんか買い物とかしたらめちゃくちゃ挟んでる、うん、まあ、ラックバックはラックついてないとそう、ね、ちょっと使いにくい、使いにくいっていうか、うん、ラックついてる前提なんですけど、あとは139、ウォルドの139のバスケットと組み合わせるとすごく相性がいいです。139サイズか、ハーフ、もうほぼぴったりにつくんですよ、ね、うんうん、その方がずれないし、めちゃめちゃ良くて。え、それは下カッチンするの？下カッチン もちろんします。してってことだよね。そしたらもう、オフロードそのままバーっていってもガタガタしないし、うんうん、横にずれたりとかもないんで。そうか、うん、ILE さ、今でこそさ、モデルめっちゃあるしさ、いろいろこう進化してるじゃないですか。でも実はこれ ILE 初期からほぼ初期から俺ある気がするんだよね。ちょっと色覚えだけど、これもずっとある。で、そう、へぇ、これ最初からね、そんな合ってる機能で、うわ、なんだこれって、そう、これもなって、エリック天才だなって。これなんだっけな、なんかサンフランシスコかなんかの、なんか道走ってる人の写真撮ってる人かなんか、そう、なんか誰かわかんないですけど、あのサンフランシスコとかメッセンジャーとかもこれつけて走ってて、でデリバリーでめっちゃでっかいカートンをそうつけて、つけるかね、かっこよってなったのもあって、うん、いつか使いたいなと思ってて、でも使い切れんのかなみたいなのがあって、でもそのキャンプを経てこれだって、やっぱこれ俺欲しいってなって、なんか一番今これ使ってますね、最近のお気に入り。そう、これはもう本当に体の一部ぐらいの感じなんで、あのバイクバッグというよりかは、あの今日はこっちを見る価値かなって感じかなとか。いいですね、なんかメッセンジャー赤も好きすぎるから。好きすぎる、好きすぎる。これはちなみにクランクのやつなんで、ちょっとうちでは取り扱いないんですけど、もうフルオーダーで作ってもらいました。かっこいい、ホーリーさん、ホーリーさんに作ってもらって。コーディラなんですね。いいこれコーディラです。かっこいいです。フラップでしたね。フラップです、フラップ芸人です。じゃあなんか一周かと思いきや、思いきや僕なんかトリアルの嫌だから、わーハードルガン上げ。頑張ります。僕はねちょっと紹介したいというかお気に入りがありすぎるんですけど、まあでもやっぱ最近ねちょっと作って発売したやつといえばマックス等々で、シグネチャー見てちょっと恥ずかしいんだけど、まあすごい何の変哲もないこうトートバッグ、うん、だけどまあワールドにねこうスポンと置いて引っ掛けられるよ、はい、で、まあ、これは生地がキャンバスなんだけど、うん、やっぱね僕あの最近キャンバスがすごい、コットンがやっぱ大好き。いいっすよね。そうで、結構あの白ってみんな汚れるしなとか結構敬遠するんですけど、うん、俺逆に汚れてももうガシガシ洗えるし、うん、なんなら漂白剤でね系の洗剤使ったらもう、うん、なんだってピカピカになるんで、案外そう手入れめちゃ楽だよっていう、ね、逆にそうワックスとかナイロンだと汚れ落ちなかったりさ、そうですね、そう確かに、そうあんまり洗えないし、そうそうね、けどね、そういうお手入れの良さも、まあ、これ今ね、かなり洗濯してないんで、結構、肉はなんかいい感じだと思います。ね、いいよね、この薄い汚れた感じもね。でもこれ2回洗ってるんですよ、うん、へ結構最初、この結構バリバリっすよね、そう、バキバキのワックスが効いてるんだけど、でもやっぱ2回ぐらい洗って、このクタクタってしてきた感じが、でもやっぱいいっすね。このラグのポンちゃんが最近使ってるけど、やっぱ、女の子の使ってるのを見るとまたそれもいいなって。いいですね。もう普通になんかチャリンゴにじゃなくて普通に使えますね、うん、そう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 、何気なくね、まあ、これはねとてもやっぱ気に入ってます。ずっと使ってます、ね、最近と、はい、続いてこれデイパックミニ。あ、かわいい、かわいい。これは、まあ、僕娘がいるんですけど、まあ、娘のために作ったみたいな。いやでもそのね、愛の形ですからね。一番間違いないです。そうそうそう、まあ、とこはね大いにあるので、うん、あのまあ、娘のために買って使ってるんですけど毎日、うん、やっぱねみんなそのお母さんとかが
え、どこのバッグですかみたいな話になって、まあ、でも可愛いですよね。そのロゴとかもついし、配色もいいし、なんかほら意外とみんな同じなんかねバッグになったりするんだよね。そうそう、選択肢があんまないのか、これ結構ね、あの声かけてもらえることが多々あります。色もめっちゃ出してますもんね。そう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 、子供向けって派手なの多いですもんね、キャラものとか。そうめっちゃね、逆に派手すぎてさ、派手すぎてちょっとなんかこういう落ち着いたベージュとかもあってもいいんじゃないっていうので、娘がもう使ってるんだけど、休みの日奥さんが結構気に入って使ってくれるようになって。へー、奥さんがですか。そう、あ、そう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 、なんかその一応大人も、大人の女の人も、うん、まあ、使ってもらえるようなサイズ感にはしてるんだけど、でもまんまと奥さん使ってくれて、めっちゃいいじゃないですか、うん、気に入って使ってる。それに僕もめっちゃ可愛いなと思って、それ入荷するときに、あの僕背負ってみたんですけど、僕身長別にそんな高くないんですけど、肩幅半端じゃなくてできないんですけど、もう全然もうこうなっちゃって、僕は無理でした。そうだ、ね、女性向けです ね、女性向けな大人の人はね。まあそんなデイパックミニ、かわいい、かわいい、これ、そうそうそう、非常に、いや、めっちゃいいね、それ、そうですね、甥っ子に、あ、全然バイクバッグじゃない、全然、もう俺すげえ好き、なんか、そうなの、本当にこのバッグ気に入ってたのかなと、すごい好き、あとこれね、あのゴールデンサドルとフェアウェザーのナノ、うん、ナノトート、ちっちゃくなるやつですね、そうそう、ちっちゃくなる、調子いいですよね、そう、これね、なんか、ちょうどコンビニサイズ、なんてことないんだけど、そう、つい使ってる感じ。でしかもこのロゴがかわいい、うん、でこれ裏なんですけどね、実はそうですね、そうですよね、本当は表がね、このここから透ける形になるんだけど、うんうんうん、もう裏返して使ってるって感じ、うん、でマックスさんはそう使う派な、そうこう使う派、裏でめっちゃお客さんにこっちなんですよねっつって、あの販売してたんで、あれちょっと待ってよと思ったけど、そう、逆もう逆ですね、うん、あれこれってそのままちっちゃく、これここにあのパッカブルがついてるんで、本来ってこれ内側なんですか。そうです、あ、これ内側です。出した状態でいつも使ってました。あ、ナチュラルに裏で使ってました。ナチュラルで今聞きました。マジでマジか。でも確かにこれ分かんないよね。超恥ずかしい。そうなんですよね、なんかこっちが表に見えますもんね。そう、色ついてるし、なんかね、切りっぱなしだし、入荷した時この状態です。あ、そうそうそう、気をつけます。でもどっちでもいいと思います。どっちでも、うんうん、これもね、で、もう一個がすごい、マックスさん、僕を超えてきた4つだ。これ、ILE のダッフルバッグ。おお、 ILE でこんなのあるんですか。そう、これ最近ね、新しくなってて、うん、これね、正確に言うと僕、この新しくなる前のロールトップダッフルっていうモデルがあって、からこれが進化してね、これになっちゃった。ロールトップになった。これが24リッターっていう大きさだけど、僕40リッターでかい、でかいやつをそう買わせてもらって、で、まあ、主に旅行用、あ、そうに使おうと思って。でめちゃくちゃ入るんだよね。サイズからしてそうですよね。そう、まあ、でも本当これのもう倍、倍すごいな。倍あるから、もうだから自分の着替えと家族の着替えとって、もう3泊4日分ぐらい、もう、あ、そんなに入るんですか。もう余裕で入る。え、機内持ち込み可能なサイズ。そうなんですよ。あ、へえ。で、何、あのかっこいい、かっこいい、かっこいいですね、なんかかっこいいですね。ILE、そうそうそう、年に数回しか使わないんだけど、でもなんかその時、あ、やっぱかっこいいなって、ちょっと気持ちいい。そう、使ってて、で、タフで、なんか ILE って結構機能的なね、うん、さっきのトミのこうちょっとギミックが凝ってるじゃないですか、うん、そういう、この辺のね、パーツとか、あ、ストラップのね、付け方もこうちょっとかっこいいじゃないですか、うん、なんかテクニカルな感じが。ここは何に使うんですか。この下のシューズケース的な感じ。これね、シューズケース。うわ、最高だ。ね、ついてるね。シューズケース、ね、まあ。結構さ、行動旅行でさ、はい、サンダル持ってきたいみたいな、うん、あ、結構あるじゃん。これもいい。うん、そう、とにかくでかい、入る。
丈夫、かっこいい、しかもそこがバリスティック、強くなってていや、バリスティックじゃないですか、バリスティック、うん、そこはあ、トミーが言いたかったのはこれで勝ち手できるのかな、できるか、できます、あこれで勝ち、バスケットとかに勝ち手、あ、そういうことですか、バスケットサイズではね、多分これないと思うんだよね、いけそうですけどね、うん、いけるかも、139もっとないですか、ちょっとね、ここですね、ちょっとでも収まんないんじゃないかな、いけるんじゃない、いけそうじゃないですか、いや、結構広いよ、こうやってカバン自体を四角にコンパクトに収めるために、もう絶対いけます、いけますか、いけそう、開いてる、あぴったり来てる、これはそれピンなんだな、じゃあ位置的にそうっぽいですよね、そうですよ、これ絶対、あれあら、あら、うわ、139新発見、あ、139ぴったり、あ、これ知らなかったですね、最高、判明した、いいですね、めちゃくちゃいいっす、これこれね、かっこいい、入ってると可愛いですね、ね、可愛いね、うん、収まりですね、皆さん、なかなか買う機会ないと思うんですけど、うん、これ大きいバッグって、でもなんか、最近、ね、旅行にも行きやすくなってきたし、ね、ちょっとそういう時にいいんじゃないっていう、うん、キャンプとかでね、そうですね、確かにキャンプに、うん、靴入るし、こんな感じに入るんだったら、あ、だからオートキャンプする人とかもね、あ、そうですね、結構ギアとかね、もう入れといて車乗っけとくとかでもね、いいかもしれない、唯一嫌なのが、そう、これ ILE このダッフル系のここのストラップ付属であるんだけど、あの調整機能が、あのこれなんですよ、このちっちゃいこれだけの、これで調整してくださいね、なんかここのスイッチで、それがめっちゃ調整しにくくて、そこはちょっとなんかスライド式に、なんかギュッて、まあ、メッセンジャーみたいなね、うん、バックルにしてほしいなとか思ったりっていう不満はあるけど、まあでも、まあ、かっこいいからいいかみたいな、かっこいいのが一番、そうかっこよかったら許されますね、かっこよかったら、多少の不便は、かっこよくて、そう使ってて気持ちがいいバックでした、はい、じゃあこんな感じだったですね、イシュ君はこの人は一番使いますからね、いや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 、この人は一番使いたくするみたいな、いや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 、これはこれはスイフトのアンカーヒップバッグってやつです、はいはい、まあ、ウエストバッグですね、うんうんうん、これはまあ日帰りでちょっと乗りに行くとき、まあ、林道とか乗り行くときに使ってるバッグですね、まあ、この中に輪行袋と、まあ、モバイルバッテリーだったりとか、あとジャケットとか、うん、もう本当必要最低限のものだけ入れるっていうところ、もうライトに素早く乗るときに使うっていうバッグですね、まあ、ウエストに、ウエストにもうこの肩掛けじゃなくてウエストですね、いいですね、まあ、いろいろリュックとかも選択肢としてはあるんですけど、やっぱ疲れるんですよね、うん、それが嫌なんで、ウエストバッグってちょっと見た目いなたくなっちゃうんですけど、体への負担が少ないっていう、そうだよね、結構アメリカの自転車乗りとか使ってるの見られますけどね、うん、まあ、調子いいのは調子いいからみんな使ってるんだなって、うん、まあ、使うと分かりますね、体の負担が少ないです、で好きなギミックが、まあ、これですね、外せる、そう、ここが、まあ、まあフラップですよね、フラップ、そうね、フラップになってて拡張機能がね、ついてる、おガバッとさらに伸びる、伸びる、やばい、でここでまあ脱いだジャケットとかシャツとかをガバッと、うん、抱えて運べるという感じですね、まあ、これからの時期とか、まあ、特にジャケットとか乗ってて暑くなって脱ぐみたいな、かっこいいですね、ここのね、バッテリーがよくできてるんですよ ね、 いいね、これね、この何ロック機能がついたフック、うん、押すとパチンと外れる、うん、これ初めて見た時もちょっと感動しましたね、このパーツずるいよな、かっこいい、かっこいいよね、そう、ここはちょっとギミックが男心くすぐりますね、うん、バックルしかり、あとサイズ感が普通に調子いいですね、ほんと大きすぎずちっちゃすぎずっていう感じ、うん、そうだね、良さそう、でスイフトのこのウエストバックのいいところが、これなんて言うんでしたっけ、モールって言うんでしたっけ、そう、そうね、モール、モールがついてるんで、そこにラダーテープみたいな、このスイフトのステンバック、まあスイフトじゃなくてもいいんですけど、ただブランドやっぱ揃えたいんで、スイフトのサイドキックポーチってやつですね、まあ一応そういう設計だもんね、そう、つくよっていう、ここの、よいしょ、ベルトがもうここのピッチに合わせてセッティングされてるんで、スイフトのをつけてあげるとバチッと
揺れなくつくっていうのがいいとこですね。気持ちいい。でなんかここのバッグだけ色変えたりしてもいいですし、なんかそういうカスタム感がやっぱ個人的にはなんかいいなっていうのがあるので、またよいしょ。結構好きで使ってますね。昔のあのこれハイキング用のカバンとかでもウエストバッグでこの ボトルがね入れられるように作ってある。イナタイウエストバッグとかやっぱあるけど、なんかそれを今現代こうモダンにしたみたいな、今っぽく作ったみたいなね。なんかそういう人らしいなと思って、アウトドアブランドらしい。そうっすね、今時期はこうパッカブルのダウンベストを着てる。それいいね。本当ね、秋冬だけつけるって感じですね。春夏は着替え少ないんで、ダウン用のダウンベスト。もう専用席として使ってます、これは。めちゃくちゃいい。なんか今までこれ特にスイフトのあの大きいパッチとか貼ってないし。確かにね。あ、まあ、あれスイフトあんなん出してたなみたいな感じで。あれこれロゴ、なんか確かにそうですね。タブロゴついてるんでしたっけ、これ。フラップの方だ。あ、ここだ。あ、中についてますね。あ、中だ。そう、なんか。外にはないんだね。そう、あんまり。そういえば言われてみたらあったなみたいな感じで、あれオスナの時でしたっけ、こんなんありましたっけみたいな話で、いやありますありますよ、あれですよみたいな、あれかみたいな、あれかあれこうこうこうなんですよみたいな。珍しいですね、なんかね、そういう人の中でも前面に出てないのってあんまないんじゃないですかね。ね、確かにこだわりがあったのかな、隠れ自信作なんじゃないですか。かな、隠れ自信作。もうここがもう象徴的だからタグはなくていいかみたいな感じなんですかね。自信作なの。まあでも実際調子いいですよ、これは。うん、調子いいです。ヘビロテです。結構汚れてるんで、まあ、使ってるのが垣間見えると思いますけど、うん、それもまた、うん、いいですね。でたまたまちょっと中に入ってたんであれですけど、あとフェアウェザーのパッカブルサラッシュ、はいはいはい、これ日帰りライドで持っていくと調子いいんですよね。まあ、本当輪行で大体帰ってきますけど、まあ、着替えとか、あとお土産荷物添えた時に、まあ調子いいですね。もうとりあえずこれは1個忍ばせといた方が。そうだね。それなんか俺も紹介したかったけど、もうなんか今更感っていうか、もうみんなもうみんな使ってるし、知ってるじゃないかぐらいね。みんな1個は持ってるんじゃないですかね。ね、僕も持ってます、ね、な本当に同じ使い方してるし、ね、ステムバッグももう本当生活必需品みたいになってるから、うん、もはや今日持ってきてないですね。ね、そうそう。チャリに熱い。あ、でもやっぱね。いいね、使えるよね、うん、ステンバッグのまた一つの使い方としてこんなのもいかがでしょうっていう一周らしい、ね、話です、うん、っていうのがまあこれ、はいはい、スイフト。まあ、もう一個が、まあ、また同じスイフトのかっけー、まあ、オゼッタフロントバッグ、ね、まあ、今だとペレグリンっていうモデル名になるんですね、になってますけど、まあ、それ あの昔の形、うん、いわゆるランドナーバッグですねっていう感じだよね。箱型のキャンバスで作ったやつをコーディラナイロンで、まあ、モダンに。これあれなんだね、ポケットだけワックス生地にしてたんだね。いや、そうなんですよ、これ昔はすっごい細かくオーダーできて、あ、そうだよね、そう当時はワックスキャンバスも込みで。あ、俺気づかなかった。あ、前だけワックスで、あとがコーディラ。横と後ろのポケットも色変えて、当時もう 7,8 年前とかですね、うん、カスタムオーダーして。だからこれあれでしょ、日本一周するようにオーダーしたやつじゃなかったのはずだったんですけど、これ使わなかったんだっけ。これは使わなかったんですよね。パニアだけか。ゼイゲストとパニアだけ使ったんですよ。8年にしたらめちゃくちゃ綺麗ですね。でもなんか綺麗に使ってそれそのやっぱ使ってきたんだなって いいね、味が出てますよね。そうですね、結構色抜けてますね。この今ないけど、このトリムが昔はめっちゃ色あったんだよね。そうなんですよ、トリムとあとステッチも選べたんですよ。あ、そうそうそう、当時は。俺もゼイゲスね、青にした。青いいですよね。そう、茶色のトリムに青ステッチとか、可愛いんだよね。めちゃくちゃ細かいところまで。そうそう。でもなんかその時でもあれですね、谷さんにそこはお任せにしなよって言われて、あ、そう決めなかったですね、はい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 、お任せでこれで上がって。それもいいよね、めちゃくちゃ良いですね。結構これは、あ、グレーですか。グレーですかね、多分グレーだと思います。汚れてとかじゃないと思うんです。ちょっとでもブルーっぽい。ネイビー、これネイビーなんじゃない。ネイビーじゃないですか。え、ネイビーですか。覚えてない。ステッチっすよね。こっちステッチはね、グレーじゃない。まあこっちはグレーか。トリムはネイビーで、この色あさった感じがいいよね。いや、ね、超かっこいいですね。
ね、もっと結構バキバキの色でしたね。そうだよね、なんかポップなのがどんどんこうスレートっぽくなってね、そう落ち着いてくるのがいい、変わってくるのいいっすよねやっぱ、うん、でぶっちゃけ、うん、あの調子いいとか悪いとかもうどうでもいいっすね、なんか、うん、もう好きだから使うっていうのわかるわかる、かっこいいし、もうぶっちゃけ原稿の方が軽いですし、うん、もうこのなんすかフラップのこの蓋のこのゴムバンドとかもフックがここにもついてるんですよ、そうだ、ね、がっちり締まるっていう、うん、単純に調子いい原稿品の方が、もうそんなの関係ない、もう好きだから、その当時はこの裏地もタワポリンなんだよね、うん、そうなんです、うん、重たい、重たい、カニさんのカニ屋からも出しまって、マルティナはやっぱリロードってメッセンジャーカンパニーで働いてたから、やっぱそのコージェラとタワポリンっていうね、うん、まあ、そこにこうルーツも感じ入れて、で これがね重いんだけど、うん、タフでいいし、でこう縮んでこうぐっちゃぐちゃになってくるのね、まあ、それがまたいい、それがまたいいよね、そうなんですよ、ああもうマックスさんのこの説明でもう俺は何も言わなくてもいい、だから僕もあのこの7、8年前のゼーゲストを出して持ってて、今でもやっぱね気に入って使ってますね、カスタムで作ったものってやっぱ愛着がもう全然違いますよね、そうだよね、うん、まあ、今ちょっとメーカーとして大きくなっちゃったんでやりたくなっちゃいましたけど、うん、パロマンをオーダーして、パロマンもめちゃくちゃ今日持ってくるか迷ったんですけど、なんかもう迷う、いっぱいもうこんなになっちゃうから今日やめたんですそうだよ、ね、いや本当にねなんかね選べなかった、まあ最近買ったものっていう、うん、もう最近買ったものにしようと、8年前のものだけどね、まあまあ、めっちゃいいこれはでも紹介したい、最近よく使ってた、ヒューストの、ね、昔のことというか、そのマルティナがどんな人みたいなのちょろっと聞けたりする、うんうん、それこ そのマルティナがリロードに行って多分メッセンジャーバッグをバーって作ってたからこのギミックがあるんじゃねっていう、ああ個人的なもうめちゃくちゃ勝手な解釈をしてるんですけど、うんうん、それでなんかすっげー好き、確かにね、まあでもそれももしかしたらあるのかもしれないね、昔から比較的その昔からそのフラップ型、まあこれもね、うんうん、こう定番の形ではあるけど、なんかそのストラップ、ナイロンのストラップでバックルで調整できるっていうのが、まあ、メッセンジャー的ではあり、そうなんです、現代的な、すごいやっぱすげえ好きなんだよ、初期型のパニアとかまさにそうですよね、スイフトは、うんうん、ショートスタックとか、ね、ロントスもそうですし、うん、フラップ型でね、よかったよね、あれ、そんな感じですね、うん、みんないいっすね、思い思いに、なんか次こんなの買おうかなとかなんかあります？次か、自分あれ欲しいですね、またスイフトになっちゃいますけど、ケストレル、あのフロントバッグちっこい、あー、はいはい、ラックレスでつけられてそんな背も高くないんで、あの、はいはい、ハビオズファニーとかみたいにちょっとすりづらかったりとか、うん、あとこれがすごいんですよね、そうね、後ろに好きだね、いやそうなんです、なんかそのこれ一種これ良くないですか、このシステムが好きで、いや好きなんですよねなんかこうロボット作るみたいな、レゴいじるみたいな、そんな感覚ですね、カスタムできるっていうのはやっぱ好きなんだと思います、いいですね、次欲しいバッグ結構いいな、うん、俺もでも支度欲しいんだよね、あ支度はいいっすよ、めっちゃいつも買えるわけじゃないんだけど、で持ってるんだけど入社前に学生の時にオーダーして買いました。で、そうなんだ。オーダーして買って、何色だった？あの、じゃあ最初オリーブの、オリーブでしょ。オリーブのバリスティックの色の時。あ、バリスティックの時。バリスティックの時。本当に俺土初期、土初期っていうか、俺ジャグさんにあれだもん。あのプロトタイプで作ってもらって、やっぱもう4年、丸4年使ってる。あ、そっかそっか。あるよね、それでしかもニューヨーク行ってたよね。ニューヨーク行きました。そうだ。丸4年とか3年半とか当たってるはず。そうやっぱね、なんか真っ黒だから自分が持ってるの、うんうん、やっぱなんか渋めのキャンバスでね、うん、欲しいなとか思ったしね、機能性とかさ、使いやすさで言ったらやっぱメッセンジャー最強だなと思ったな。いや、メッセンジャーバッグ最強です ね何でも入るですね。そうですね、ぶっちゃけもうメッセンジャー1個持ってたら、うん、もう普段使いはもうそれ1個でいいみたいになっちゃうからね、ほんと便利よ ねたくさん入って雨もしのげて、うん、無敵じゃん、手ぶらにもなるし、なんか肩書きにもできるし、あるし、カゴに入れても絵になるし、電車乗るとき前にスイングバンって回せますね。そうそうそう、
そうね、メッセンジャーってすごいよ。普通もそうだな、もうバイクバッグは結構もうこれで正解出したと思ってるんで、うん、もう確かに次欲しいバッグ、メッセンジャーバッグをどんどん増やしていくぐらいしかないから、もういっぱい持ってるけど、そっちの方向にそうだよね。そう、じゃあそんなところで、じゃあまた新しいの買ったら教えてください。新しいの買ったら、はい、また違うメンバーでやってみる。違う、そうだね、聞きは面白いね、やっぱね、聞いてみたいね。そうですね、みんなそれぞれのこだわりあるでしょうしね。うん、確かに全然まだ紹介したやつあるけど、まあ、そうだね、まあでも結構ね、もういい時間になったんで、一回じゃここで、はい、残念、はい、締めます。はい、じゃあまたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。